オリバー・サックスオリバー・サックスはイギリスの神経学者。2007年7月よりコロンビア大学医科大学院教授。自身の扱った患者について記した一般啓蒙書を多く記している。サックスはこれら著作について19世紀の医学秘話的な性質のものであると考えている。サックスが好んであげる例としてアレクサンドル・ルリアの意外な記憶力の物語がある。 サックスは1933年にロンドンで生まれ、総合診療医の父と外科医の母に育てられた。彼が好きだったのは飛行機とオートバイ、特にオートバイだった。1958年にオックスフォード大学クイーンズカレッジで医学の学理を取得し、まずミドルセックス病院で働く。カナダに行ってカナダ空軍に志願するも3ヶ月ほどカナダを旅行して、 頭を冷やしてはと提案され、カナダ横断旅行を決行。カナディアンロッキーの山の中で知り合った教授と、大元水から、こんなところで何をやっているんだ、やることがあるはずと叱責されて、マウント在内イイ病院で、インターンのやり直しをする。この過程で、キャロル・バーネットと知り合う。1962年に、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、神経医学の研修医となった。 サックスは1965年以来ニューヨークに居住している。1966年からニューヨークのブロンクスにあるベスアブラハム病院の顧問神経科医を務めた。アルバート・アインシュタイン医科大学の神経科臨床医学の教授であり、ニューヨーク大学医学部の非常勤の教授でもあった。また、サックスは貧民救済修道助会の顧問神経学者でもあった。 ニューヨーク市内で開業している。2007年から2012年までコロンビア大学メディカルセンターの教授だった。2008年大英帝国勲章を受賞した。著作にはサックスの担当した患者についてその詳細までが記されており、特に患者の体験に主眼が置かれている。そのうち一例ではサックス自身の例を挙げている。多くの場合患者はすることはないが、 その代わりに自身の状況に新たな手段で対応している。1916年から1927年にかけて世界中で流行した市民性農園による意識障害者を実験用医薬品であったレボドパを使って覚醒させることに成功した。これは後にハロルド・ピンターによりいわばアラスカになった。レナードの朝では1920年代生まれの 市民性障害の患者に、エルドーパを投与した経験について書かれていた。これは、イギリスで制作されたテレビ番組、ディスカバリーの題材にもなっている。妻を帽子と間違えた男でサックスは、トゥレット障害、自閉症、アルツハイマーなどと戦う人々を描いた。火星の人類学者は、高機能自閉症と診断された学者のテンプル、グランディンについて語っていた。 全米大ベストセラーになった。著書は全米大ベストセラーになり、日本語を含む21カ国語に翻訳されている。サックスは視覚障害者であり、片目が失明しているという。このため、幾何学模様の幻覚が見えると話している。2006年12月、右目に黒色紙を発見。治療の結果、右目は失われた。2015年8月30日に、 ガンのため死去した82歳ボーツビデオありがとうございます。